始まるよー。今日もシノの365日毎日コーデをお送りしたいと思います。今週は帽子ウィークということで、帽子をメインにしたコーディネートを毎日お送りしています。今日のテーマはロゴ入りニットキャップコーデです。では全身のコーディネートをご覧ください。どうぞ。こっちの画面に映ってるのが今日の全身のコーディネートです。上から順番にブランドを紹介していきたいと思います。まずニットキャップがソーイというメンズのブランドのものです。ネックレスがアーバンボビー。タートルネックのニットがギャップ。スカートはロンドンアートファクトリーというヴィンテージショップのスカートです。靴はドクターマーチンの10ホールを履いています。アウターですが、最後にアウターはユニクロのものです。今日の主役のロゴニットはメンズでもレディースでも今季すごく流行ってますよね。で、私の場合は、ロゴニット好きなんですけど、あまりにもスポーティーになりすぎるのは個人的にはあんまり好きじゃないので、私の場合は女の子っぽいコーディネートの外しとしてキャップを使ってもらうといいんじゃないかなと思っています。ですので今日はタートルネックのニットにネックレスをつけて、上半身すごくレディーな感じの大人っぽい女の人の感じにして、スカートも膝丈のものを落ち着いたイメージで合わせています。そして、帽子と合わせて靴がですね、ドクターマーチンの10ホールのブーツを履いてるんですけれども、その2つはどっちかというと外し役ですね。この2つのバランスと洋服のバランス、ネックレスもバランスとしてレディースっぽい感じで合わせています。キャップ、ニットキャップはあんまりスポーティーになりすぎたくないなっていう人はぜひ外しとして、あえて女の子っぽいファッションに合わせてみてください。今日のコーディネート少しは参考になったでしょうか。今日のコーディネートは以上です。下にリンクを貼っていますが、Google プラスのページをやってますので、ぜひ皆さんフォローをお願いします。あと、まだチャンネル登録をされてない方は、ぜひ下のボタンからチャンネル登録をしてください。ということで、明日もまたお会いしましょう。バイバーイ。